はい、どうも酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はこちら、これちょっとね、はい、船口菊水一番搾りのスパークリングが出ました。こちらがですね、リカーマウンテンさん、リカーマウンテンというあのオンラインショップ、もしくはあの、まあ、僕使ったことないんですけどね、まあ YouTube の、動画でも あるんですけれども、それとコラボで船口菊水、あの菊水酒造、新潟県の僕のあの生まれてる、生まれた新潟県新発田市の、酒造であるこの船口菊水一番搾り、まあコンビニでもねよく売られているというものなんですが、それのスパークリングが、発売したということで、船スパ、略して船スパを、なんていうか、リカーマウンテンさんの、YouTube の動画で、3名に、抽選で、当たったのだということでね、はい。ということで飲んでいきたいと思います。一応東京にはですね、売られてるとこあるんですよ。渋谷とか、新宿とか、そこら辺だったら売ってるんですよ。うん。ただ、まあ、コンビニとかではまだ売られてないということで。はい。それでは、開けていきましょう。こちら24本入り。ね。いやー、マジで。菊水酒造株式会社。はい。いやーマジで当たる ?3 人に当たる ?24 本入りですよこれ、容量が 270ml で、ここが驚きのところなんですが、船口菊水一番搾りはですね、同じ、アルコール度数が19度の、まあ、日本酒なんですけれども、まあ、コンビニで全国で売られているということなんですが、こちらなぜなのか、270ml と普通の、この菊水の、普通のバージョンが 200ml なんですけど、70%、70ml、増えているということです。はい。原材料名が米と米麹と醸造アルコールと炭酸ガスと。アルコール度数19度。精米部合が 70%。精米部合というのは 70% ってことは3、いわゆる3割削ったってことですね。米を3割削って、30% 削ったが残っているのが 70% ですよということです。新潟県産米 100% 使用。ということで。ポイント1、スパークリング生原酒。生原酒を日本で初めて常温、流通可能にした、船口菊水一番搾りのスパークリング、清酒です。生原酒ならではのフルーティーな香りとコクはそのままに弾ける、爽快感をプラス。濃い口料理とよく合い、食前酒としてもおすすめです。ポイント2、美味しさキープアルミ缶。アルミ缶の上にあるみかん。アルミ缶は日本酒の大敵である紫外線をシャットアウトする優れもの。酒の劣化を防ぐので美味しさと風味を、キープします。そうなんですね。うん。だから、ペットボトルとかでもあるんですけれど、まあ、ビールもそうだし、ビールも大瓶。ビールの大瓶とか瓶だと茶色いでしょ。まあ、あれは、いわゆる紫外線とか、まあ、紫外線だけじゃなくて普通のそこら辺の、その LED とかでも劣化するんですよ。で、ポイント3、新潟県産米 100% 使用。菊水が厳選した、新潟県産米 100% 使用した、安心安全の品質です。農産物、検査法基準の、当該米、規定該米は一切使用しておりません。ということです。製造者が菊水酒造株式会社。え?何これ?
菊水酒造株式会社プラス M ってなってますね。プラスある、プラスマイナスのプラスに、英語の M って書いてあります。なんか、M って何なんだろう。957-0011、新潟県柴田市の島形、違う、柴田市の島形750です。飲み頃温度はオンザロックもしくは冷やしてとなってます。はい。爽やかな飲み口のため、ペースを守ってお召し上がりください。そうなんですよ。そもそも普通の日本酒なんてのは、アルコール度数15度が普通です。うん。なので 4% プラスされて19度なんですよ。それに加えて 270ml と、普通の船口菊水一番絞りよりも、量が多くなっているので、これは、多分1本俺飲んだら多分、とんでもないことになる可能性もある、ということです。そして、はい。まず一言、言っておきましょう。僕は、俺はね、菊水酒造、株式会社さんは、同じ新潟県の柴田市の出身であり、非常に馴染みが深い。そして、僕が二十歳の時に大阪で4年間一人暮らししてた時なんですが、これがね、船口菊水一番搾りが売ってたんで、コンビニで。そこでまずびっくりしたんですよ。え?って。え?え、この酒、ここ売ってんの?しかもコンビニで売ってんの?みたいな。いう驚きです。驚き桃の木、山椒の木ですよ。ということで、確かに同じ、しかもあそこの工場は何度も、入ったことはないんですよ。まあね、何回も通ったことはあるんですけどね、あそこら辺ね。ですが、まずかったらまずいとはっきり言いましょう。リカーマウンテンさんにも悪いですが、まずかったらまずいと、はっきり言いましょう。俺は、同じ、新潟県柴田市民であり、なおかつ、酒飲みであり、なおかつ、消費者でもあるからです。そういうことですね。ということで、絶対に、まずかったらはっきりとまずいと言いましょう。俺が、俺の飲酒動画、それが、あれですから。なんていうの?俺の、飲酒動画、そういう、あれだからね。例えば誰かね、誰かから、よくあるでしょ?ね?なんかさ、食レポしてっつってさ、うまいうまいしか言わねえ、クソったれども、何の役にも立たねえんだよ。お前らは。だから、ね、消費者だからこそ、わかる。消費者だからこそ、文句を言える。っていうわけです。だから何のね、うまいうまいしか言わねえんだよ。何の意見にもなんないんです。参考にも。それは一番菊水酒造さんが一番よくわかってると思います。ということで、サバの味噌煮買ってきました。はい。つまみ。おでん、ちゃーん。はい。それではいただきましょう。うかぴー。甘い!甘い!甘い!
木薬の船口一番搾りはですね、皆さん多分聞いたことはない。まあ俺はよく言うんですけどね。日本酒度っていうのが日本酒にはあるんです。プラスに行けば行くほど、辛口、マイナスに行けば行くほど甘口という、まあ、甘辛度みたいなもんですよね。シュワシュワ、これダメだね、これね。ストレートこれダメだ。うん。コカ・コーラを、常温で飲んでるような感じ。そういうこと。これ、今常温なんですよ。だからです。コカ・コーラ常温で飲むと、こう、シュワシュワってなって、口にこう、モゴモゴってなるじゃん、なんか。わかる？わかんないならいいんだけどさ。うん。細かい、口の中で、細かい、こう、気泡が、入ってきます。口の中の奥に。口の中の奥にね。これは、冷やすべきだな。うん。まあ、日本酒って言ったらやっぱさ、俺も何でもかんでもそうなんだけど、だいたい常温で飲むんだよ、まず。まず常温で飲むんだよ、俺の場合。絶対、ウイスキーとかでも当然。絶対、冷やして飲まないのは、まあ、そう、ビールぐらいですね。ビールだったら冷やして飲むんですけど、常温で飲まない、確かに。でもそれ以外の酒だったら、だいたい常温でまず飲むんですよ。これはダメだね。うん。これは、製造年月日書いてありますね。賞味期限は書いてありません。まあ日本酒の賞味期限書いてないけどね。2019年の11月の2日。だいたい1ヶ月ちょい後です。前ですね。リカーマウンテンさんと、キクス酒造さんの、チャンネルと、ホームページ、ちょっと、下の概要欄に載せておきますんで、まずとりあえず、感謝ということで、うまい酒を、いや、日本酒をタダで、ね、これ、一本これ、結構するんだよ、これ、結構するんだぜ。船スパでググるだろう。な？いいか？あ、でもすごいな、これ。普通の船口よりも、泡の分だけこう、アルコールの、だから、あれですよ。気化ですよ。アルコール気化するでしょ。その時に鼻にこう、ぶわっとくるでしょ。これです。あ、これ、オンザロックでいただきましょうか。やはり。うん。あとは、リカーマウンテンさんのその紹介動画にもあったんですが、レモンをちょっと垂らしたりしても美味しい。こうやって。これ、氷入れて、で、入れて、で、レモンを、ちょっと絞ってもうまいということで、とりあえず氷入れて、さらに冷やしておいた、はい、あらかじめもう冷やしておきました。プラス、こちらも冷やしておきました。そこら辺の、酒屋で売ってたんで、とりあえず、コンビニでもう売ってたような気がする。この、これは普通に売ってるんです。ね。
で、こっち熟成の方ですね。うん。熟成の方、もう昔飲んだんだけど、美味しかった。では、船スパ。これ冷やしてたやつ。を、シュワシュワ。やっぱかなり泡が細かいですね。非常に。うん。これも炭酸水とか大好きなんで、炭酸水のレビュー動画とかもアップしてるんですけど、これペリエみたいな感じの、泡が細かいタイプのあれですね。ウィルキンソンとかの炭酸はあれ、泡が粗いのが特徴です。完璧。あ、全然飲みやすくなった。うん。でもやっぱり甘さとしては非常に甘い系の。うん。船スパ。菊水。これいくらだったっけ？うん。適度にこう、炭酸が氷で、死んだことによって、微炭酸みたいな感じになって、うん、やっぱ泡がある分かなり香りがすごい甘い香りが、うん、します。これはなかなかないぞこの。感じ。ちょっと、これ、つまみ。塩辛買っとくべきだったな。これいくらすんのマジで。一本これ多分、これですらこれ300円近くするからね、これね。菊水一番絞り。船口、菊水一番絞り。ね。多分、それが容量が多いプラス泡があるわけだから、確実にこれよりか、高いですよ。間違いなく。まあ、炭酸はおそらく、ソーダストリームとかみたいな感じの、いわゆる、圧縮した二酸化炭素で、まあ、これと度数が同じなわけですから、圧をかけて、二酸化炭素。まあ、無理やり、スパークリングにさせたという系でしょうね。それ以外にないんだけどさ、日本酒の場合は。これはサバの味噌煮、ちょっとあったかくしよう。サバの味噌煮。最近もさ、サバも高くなってさ、ね、なんかさ、あれだよね。なんでもかんでも高くなるくせに、な、小麦粉とかさ、ね、なんか、あるでしょ？むちゃくちゃ。ね、じゃがいもが高騰したりとかさ、天変地異とかでさ、ね、外国のアメリカのさ、じゃがいもだったりとかさ、ね。なんでもかんでも上がる分際で、消費税も上がってさ、ね。なんだっつ話よ、何か。ふざけんなっつんだよ。給料上がんねえだろ。な。そんでお前若者のさ、酒離れとか抜かすわけだ。な？これちょっとマジこれ言葉気をつけないと本当にマジでバンされるから。気をつけよう。これ以上言うと多分、大変なことになる。まるで関係ない、人たちを巻き込むことになっちゃう。これ、温めよう。
あー寒い寒い、もう寒いよ、寒いの苦手なんだって。大阪にいた頃は言われましたからね、え、新潟出身なのに冷え性なのって笑われましたから。関係ねえんだよ、逆に無茶、逆に新潟の方が冷え性になるんだよ。新潟の女子高生とか見てみろ、お前。完璧にあれ、ほとんどの、まあ、新潟だけじゃないですけどね。今日も東京の足立区の女子高生見ましたけど、普通に短かったからね。新潟の女子高生は短いって言うけど、東京でも短いのは短いからな。長いのがいるっていうだけ。新潟は多分長いのはいないですね、ほぼ。俺の時代だと。今から10年以上前の。10年、15年ぐらい前だと、いなかったですね。長いのはいないですね。うん。これ間違いないです。今は知らんけども、長いのはいないですね。東京は長いのいるんですけどね。よいしょ。だからもう、電気かけ、熱、電気掛け布団と掛け毛布ちゃう。電気、あ、うめ。電気膝掛けと、ね、上着と、マフラーを巻いて、今気温が、12.4 度。あ、これ寒いわ。絶対寒いわ、こんなん。末端冷え性よ、末端冷え性。くそ、冷えるんだもん。外出てドラクエウォークやってると思う。キンキンに冷えてやがる。足が。あ、うめえ、これ。じゃあ、早速、気薬のね、サイトに。見てみましょう。生原酒でスパークしてる。旨味と泡の エクストラリッチな、生原酒。船スパ。菊水の新しい提案。船口のスパークリングがついに登場。うわぁ、これやっぱきついわ、普通に。きつい。まあ、そりゃうまい。ウイスキーに比べて、40度に比べたらさ、確かにあれだけどさ、日本酒で19度ってまあない。まずないよ。ほぼ 100%。うん。ロックグラスに注ぐたび、泡も気分もシュワッと上がる。キングオブ生酒の、船口菊水一番搾りが、この夏ついに、爽やかな炭酸とマリアージュ。マリアージュってどういう意味なんですかね。俺英語大嫌いなのにさっぱりわからない。マリアージュってどういう意味なんですか。あ、結婚らしいぞ。え、嘘。結婚？フランス語だと結婚らしいですね。マジで結婚したの？炭酸と？いや、俺だったら死ねえな。へえ。絞りたてならではのほとばしるうまさ、ガツンと19度の飲み応え。ああ、これ来るなー。これいつもの船口がかつてない、船口へ。エクストラリッチなスパークリング生原酒の誕生です。で、今すぐ体験。船口スパークリング3つの楽しみ。1、スパークリング、弾けて上がる船口史上初めてのスパークリング、爽やかな飲み口を体感ください。うん、これはパデは。これはパない。
これ冷やしとこう、まだ出番が来そうになる。まずちょっとこれ、きっつ、この味噌煮もうま。100円で買ってきたサバの、サバの味噌煮うま。で、2、エクストラリッチ、ますます船口。長野酒のエクストラリッチな味わいが炭酸の泡でさらに広がる。うん。だから炭酸にすることによって、まあ、これ当たり前なんだけどさ、香りが立つのよ。うん。酒って。だからハイボールとかで、ね。ウイスキーのハイボールとか、あるでしょ？あれってストレートで飲んだりするよりか、香りが、やっぱり、鼻の方に抜けるんで。口に入れた瞬間に、シュワシュワってなって、香りが立つ上に、さらにアルコールの、アルコールも、口の上に広がって、で、鼻の、口の上って言ったら鼻ですからね。鼻にこう抜けていくような感じ。だから非常に香りは非常に立ちやすいという飲み方はね。だったらじゃあウイスキーもあれ、これと同じようにスパークリングにしたらどうなるかね。まあちょっと難しいだろうな。少なくも香りは確実に立つの間違いないです。うん。甘いなぁ、やっぱりな。これ確実に言っときますけど、これ、日本酒のマイナスね、俺の感覚で言うと、これマイナス、5ぐらいだな。俺が好きなんだよ。だいたいプラス5度とか。プラス5から10ぐらい。高ければ高く、辛口だったら辛口でいいっていうのもじゃないんです。ただ俺の場合は、ほぼ 100% の場合、100% 日本酒は、一番ランクが低い普通酒が好きなんです。なんでかっていうと、大吟醸とかになると、米をだから削るんですよ。さっきこれ 70% って言ったでしょ。ね。3割削ってるわけです。で、大吟醸とかになると、精米部合が 30% とか 40% ぐらいになる。つまり6割ぐらい以上削ってるわけです。で、米の中心っていうのは甘いんです。ね。まあ、酒造公的米で言ったら、新潟だったらね、500万石。日本酒は酒造公的米っていうのがあって、普通に新潟県のね、コシヒカリで作ってるわけじゃないんで、酒に合う、日本酒、酒に合う、日本酒に合う米っていうのを別にもう作ってるんです。だからコシヒカリあれ食べてうまいっていうだけで、食べてうまいっていうだけなんですよ。じゃあ酒にしたらうまいかっていうと、うまくないんです。だから、だいたい新潟だったら500万石とか、あと山田錦とか、が、酒造公的米として、まあ主に使われている。
で、3、ストロング。ストロングの飲み応え。19度の飲み応えと、爽やかな泡が、一口ごとに五感を刺激。ロックでカジュアルに楽しんで、一人で飲んでもよし、みんなで飲めばさらに楽しく。くそー、くそったれ、もう12月8日だと。もう今年も確実に、あれだな、彼女と、で、クリスマスの、ラブホテルの、いることで不可能だな。終了。でもこれこれクリスマスプレゼントだったね、これね。これクリスマスプレゼントだから、菊水さん、菊水酒造さんと、リカーマウンテンさんね。ほとんどリカーマウンテンさんは、京都の会社みたいで、東京の方だと、ないですね。いや、ないっていうこともないんだけど、オンラインショップあるんだけど、だいたい俺使ってんのオンラインショップだと、もうアマゾンか、酒買うって言ったらアマゾンか、格安、で、特に使うのは格安です、ね。うん。ほぼタダですかね。送料無料。ビール一缶からにも送料無料。とんでもない、東京23区内に入ってりゃ、100% の無料ですから。しかも種類もまあ豊富だし、今日もいろいろ買ってきたけど。そしてちょい足し簡単フナスパアレンジレシピ、アレンジプラス1レモンね。材料はフナスパ適量と、氷適量と、レモンの串切り。グラスに氷を入れてフナスパを注いだ後にギュッと絞レモンをギュッと絞って、終わりということ。それじゃあね、レモンまあ、レモン 100% ジュースで、いいでしょう。ちょこっと入れるだけ、レモン。海がかなり強い、ね。そろっとあれだな、本当にそろっとあれだな。これちなみにそろっともこれあれっすよ。方言ですからね。よう使うんですけど。柴田市の方言です。前あったな、あれな。おばんなりましたとかも、おばんですの、菊水酒造さんの、日本酒の、おばんですっていう、日本酒があるんだけど、あれはおばんなりましたとかって言うんですよ。柴田氏。あ、これうまいですね、うん。あ、これは、これがすごい美味しいですね、これ。飲みやすい。いや、正直言って、びっくりしたね。だから冒頭にも言ったけど、あれ、こんなにうまいと思わなかった。完全に叩き切ってやろうかなと思ったんですけど。参ったな。だからあれなんだよ。前もリスナーさんにね、お酒何々を、ね、レビューしてくださいって言って、Amazon ギフト券とかもらって、買って、レビューするんだけど、するじゃん。したんだけど、そうすると、買ってもらっておいて、まずいって言うと、すげえ難しいんですよ、それ。めちゃくちゃ難しいんですよ。ね、もらっといてまずいって言って、クソまずいわーって言えないんですよ。物理的に。無理なんだ。だからもう、今後一切、酒のレビューのあれを受け付けないようにして。前は受け付けてたんだけど。
からこれもそれのようなもんで、ただでもらっといてなんだけど、ぶった切ろうかなと思った。それが俺の主義だから、このチャンネルの主義だから。これはあれだな。確かにレモンはこの、さっぱりとした感じで。もともとだからこれが非常に、香りがやっぱり立つんで、炭酸だから。で、そこにレモンを加えたことによって、そのレモンの香りも立つっていう。うん。あー、これちょっとやっぱり、レモン割りかしちょっと入れた方がいいな。そんなに。そろそろアマゾンであれも買わねえといけない。ライムジュース、 100% ライムジュース、シシリーライムジュース。あー、これやっぱ非常にこう普通の船口一番絞りのはかなり別物だと考えた方がいいね、これ。うん。試しにちょっと飲み比べましょう。そのために買ってきた。はい。元祖生原酒。船口菊水一番搾り。今やコンビニで最強の名を称、最強の称号を得てるらしいから。コンビニ最強酒で、ググると多分、これが出るんですよ。一応これの説明もしておきましょうか。YouTube の方で僕のこれまだ紹介してるやつなかったんで、まあそれ以前のやつはニコニコ動画の方に多分あると思うんですけど、一応説明。新潟県産米 100% 使用で元祖生原酒、本醸造ですね。これ普通酒じゃないですね。普通酒はもっと1ランク低いやつです。俺が大好きな普通酒は全然違うわ、これ。あ、やっぱり。全然違うね。原材料が、米と米麹と醸造アルコール。精米部合が 70% で、アルコール度数19度で、容量が 200ml。これ、比べてみましょう。うん。米と米麹と醸造アルコール。うん。これ変わんないですね。その後に炭酸ガスが含有と書いてあります。これ、原材料名の、これ、小ネタなんですけど、原材料名というのがですね、表記するのに必ず、一番割合が多いやつを先に書くという、これ法律で決まってるんです。酒税法でね。つまり、米と米麹と醸造アルコールでなると、米が一番割合が多くて、その次に米麹が割合が多い。そして醸造アルコールがその次に割合が多いという、なってるんです。これ小ネタというか、個人的に常識なんですけどね。俺の中だと常識なんですけど。結構知らない人いる。基本だから変わってないです。で、これキャップがついてきます。これはここにも書いてありますけど、キャップは密封性がございませんのでご注意ください。まあ、ちょっと
ね、傾けたりするとこぼれるから。これして、あ、次にまた飲むわ、みたいな。この状態で。傾けたりしたらこぼれますよってことですね。で、1、美味しさキープアルミ缶。これまあまあ同じですね。まあ紫外線をシャットアウト。リサイクルすることで、環境保護にも貢献できる。じゃ、全然違うな、やっぱり。で、ポイントに、コクのある旨口。搾りたて生原酒ならではのフルーティーな香りとコクのある旨さが織りなす豊かな味わいは、イカの塩缶などの濃い口料理とよく合います。そう！イカの塩辛なんだよ。イカの塩辛も買ってこなかった。くそー。やらかした。なんでイカの塩から買ってこないんで、100円ショップで、お前、ローソンストア100で売ってるのに。くそー。完全にしくった。しくったもこれ、柴田市の、これ、あれですよ、方言ですよ。しくった。失敗したとか、そういう意味です。しくった。あんまり俺、新潟弁話さないんですよ。むしろ大阪弁の方が話したりするんだよ。大阪弁ほぼほぼというか全員言ってるからね。新潟弁は新潟のね、新潟弁でね、若者 100% 使わないんですよ。なんでかって？ダサいから。少なくとも俺の時代ではダサいから誰も使わない。若い間で。だからじいちゃんばあちゃんしか使わないんですよ。ね。方言って、大阪だと普通に全員使うじゃないですか。若くても。ね。新潟の方言は非常に、まあ、いわゆるまあ、そういうことっす。田舎くせーとか。かっこ悪いって誰も使わないですよ。ネタで使ってる女子高生がいるぐらいですから。ネタで。ね。笑わせるためになんか言うてるやついたな。ああ、やっぱこっちの方がね、こっちの方がやっぱスパークがないからこそ、濃厚な感じがする。とっても。で、甘いっていう。甘さも、やっぱり、こっちの方が、上ですね。甘さとコクがこっちの方が上。コクっていうか、そうだね、コクですかね。うん。ただ、こっちの方は、やっぱ香りが、あるんで、まるで違いますね、これ。はっきり。で、ポイント3。味わいの変化が楽しめる生原酒。出来たての生原酒を日本で初めて常温流通可能にした、元祖生酒です。冷たての爽やかな、新酒って読むのこれ。新しい酒の風味も、詰めて6ヶ月を過ぎると、濃厚なブランデーのような味わいへ。1年を過ぎると、老酒を思わせるような味わいへと、移り変わります。ということは、これは、1年間寝かせたら、これは、いわゆるウイスキー、いや違う、ワインとかと一緒で、ウイスキーはあれ、館内で、あれしないですからね、熟成しないんです。ウイスキーに関しては、ワインだったら、瓶内で、熟成進むんですけど、俺が大好きなウイスキーとかっていうのは、瓶内で、一切、熟成しません。なぜかというと、あれ、熟成するのは、樽が、必要で、樽の内部を、焼くんですよね。焼いて、いわゆる、炭化した状態じゃないと、それ、熟成しないんですよ。部分が重要なんですよ。そういうことです。で、
僕これあの、これあの、あの、防護ゴーグルみたいなのしてますけど、これ俺ドライアイなんでしてるんですよ。これドライアイなんで、全く関係ないんだけど。ドライアイとあと、あんまりあの人に見せるようなあの顔ではないんで。そして、4、新潟県産米 100% 使用、菊水酒造が厳選した新潟県産米 100% を使用した安心安全の品質です。農作物検査法基準の当該米、規格米以外は一切使用しておりません。そしてこっちはこっちの普通のあの船口一番絞り、こっちはですね、いわゆる味の分布みたいなのが書いてあるんです、ここにね、あの五角形のやつで、甘みが普通の、一般的な日本酒に比べて甘みも強い、アルコール度数も強い、旨味も若干強い、そして酸味は同じぐらいで、コクが、とんでもなく高いなってます。その通り、はっきり言って甘みに関しては、あの、新潟の日本酒ってほぼほぼ、あの、淡麗辛口。うん。真逆です、これと。そうだね。他にもあるんだよ。一応あるはあるんだよ。あの、甘いやつはね、新潟にも。あの、雪中梅とか。あの、俺もだから、柴田市酒の陣。柴田酒の陣っていうのがあるんですよ。もう今ないかもわからないけどね。柴田酒の陣。で、新潟酒の陣もあるでしょ？で、柴田酒の陣は、あの、いわゆる柴田市に、存在する、確か5つの酒造。日本酒造。日本のあの、やつ。に行きました。で、確かね、入場料があの、500円です。で、結構女性がいっぱいいたっていうのが、まあ、びっくりしたんですけど。あの頃、だから今から3年前ぐらいですね。うん。で、あの時も、もう、いわゆる試飲ができるんで、腐るほど飲みまくって、ベロンベロンになって帰ったんですけど、その後ですよ。あの、新潟酒の陣。ね、時メッセで。開催される100種類以上の酒造、新潟県の中のすべての酒造が100種類以上あるんですが、それに参加して生放送しながらニコ生をやりながらやって動画アップしたやつがあるんで、まあ、あのググってください。とんでもないことになってます。俺気づいたら、もうあの、とりあえずすべて回ったんですよ。すべて。で、だいたいおちょこに一杯ぐらいを、一つの酒造で、おちょこ一杯。で、一つの酒造で何種類か絶対あるんですよ。だから全部飲むんですよ。ね。で、だいたい100酒造ぐらいあるわけよ。となると、とんでもない量飲んでるんですよ。ね。すでにもう今酔っ払ってきて、もうすでに酔っ払ってきたんだが、な。酔っ払ってきたんだが、そういうことなんだよ。頭はやっぱちょっと寒いな。完全に俺スキンヘッドに、あの、1ミリにしたからね。1ミリにしたからね。あれがやばかった。新潟酒の陣がやばかった。完全に。完全にあのね、露呈を晒したね。
ないですよ。とりあえずはまだ記憶ないんですよ。生放送しながらやってて、で、後で見たら、え？って感じの。で、気づいたら、そこの時メッセのそこいらの会場の、いわゆるその、道端みたいな、その会場のその、あれですよ。床に吐砂物を噴出し、そしてその後、倒れて、寝たという。で、気づいたら、なんか警備員さんが、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？って言ってて、は？みたいな。だから皆さん、一応言っときますが、日本酒というのは多分、一番、今の現在の中で、一番、悪酔いしやすいお酒だということを、ご存知でしょうか。まあ、俺は、僕ちん酒マニアなんで、当然のごとく知ってるんですが。だから、日本酒っていうのは、じゃあなんで割り酔いするかっていうことですよ。次の日に残るでしょ？いわゆる頭ガンガンする二日酔い。まあ俺最近もずっとなってないんですけどね、二日酔いは。あれはなぜなるかっていうのは、基本的にまあ、アルコールの摂取のしすぎ。うん。が当然そうなんですけど、いわゆるエタノールですね。これも一応科学もいろいろ知ってますね。エタノールの摂取のしすぎ。だがもう一つ重要な点があるんです。こちらの日本酒とかビール、ワイン。ここら辺はすべて醸造酒。醸造酒。というものです。それに比べて、ウイスキー、その他、ジン、ウォッカ、これらのものは、蒸留酒、いわゆる蒸留しまくって、実に精製されまくったスーパー、不純物が少ない、酒。まあ、あとは宝酒造とか、僕も大好きな、酒の酒造で一番好きなの宝酒造。まあ、焼酎のね。4リッターの大五郎とかそういった類の、宝酒造で、一番好きな焼酎なんですけど、香類焼酎。で、あれでよく悪酔いするっていう人がいるんですが、それはね、はっきり言って物理的に、ありえないんです。うん。おそらくプラシーボ効果かと思われます。安いから、確かに安いです。香類焼酎。安いんですよ。だがしかし、あれはですね、芋焼酎とか麦焼酎よりもはるかに、不純物が少ない。連続式蒸留と言いまして、あれは芋焼酎とかはですね、いわゆる芋の風味とか麦の風味とかを残すために、一回だけ蒸留するっていう短式蒸留。つまり、蒸留回数は一回しかしない。のです。が、香類焼酎と言われる俗に言う、4リッターでだいたい2000円以下で売ってたりする。安い。いわゆるなんつうかな、勝手になんか悪いイメージが腐ろうとついてるけどな。ね。うわぁ、4リッターの焼酎、ペットボトルの焼酎飲んでるわぁ、って言うだろ。あれが実に腹立たしい。居酒屋でな、お前ら、酎ハイとか頼むだろ？あれ 100% それだぞ。それ入ってっからな。
新宮焼酎。焼酎が、いや、まあ焼酎が好きだったら誰でも聞いたことがある金宮焼酎。あれだって同じです。4リッターの金宮。あれは、金宮の、そもそも金宮はあんま好きじゃないんですよ。癖がなさすぎる。酒を飲んでるのに、なんか水を飲んでるような感じ。そうですね。日本酒で言ったら、腰の乾杯みたいに、まさに違う。腰の乾杯はちょっと言い過ぎた。あれはもっとあの、すさまじい水のような日本酒がある。上善水のごとし。という日本酒がありますが、あれはもはや水です。はっきり言って何のために酒を飲んでるのか1ミリも理解ができない。酎ハイでアルコール度数 3% のアルコール度数のやつを、いわゆる、あの、ほろ酔い。ありますね。俺、酎ハイで 3% 以下のやつはすべて飲まないようにしてます。なぜか。ただのジュースだからです。これちょっと飲み比べてるんですけどね。やっぱ炭酸がある分やっぱコクがやっぱりちょっとこっちよかはコクがないような感じはしますね。うん。ただあの炭酸がないおかげであの口当たりがこっちの方がまろやかなんです。口当たりが、うん。炭酸があるとやっぱりあの刺激が来るんで痛覚が。あの、舌の、痛覚、あの、味覚の痛覚ですね。ここに、あの、あれするんで、まあ、喉越しとかですかね。まあ、日本酒で喉越しとかの言うのも、あれなんだけどさ、まあ、大体ビールだと喉越しって言ったら、大体炭酸の強さとかってなるでしょ。まあ、船口この、一番搾り、スパークリングに関しては、あの、非常に細かい泡が実に細かいというところが特徴ですね。うん。さっきも言ったけど、俺も実はあの、炭酸水マニアとして、あの、腐るほど炭酸水の、腐るほど飲んできてるんですが、フェリエです。いや、まあでもペリエかな。フェリエは、かなりあの、炭酸細かく、きめ細かい泡が特徴の。で、そうですね、飲んだ時の、その、難しいな、これな。いや、炭酸自体は別にあの、量としては十分いいんですよ。ペリエ俺、あの、炭酸水の中で一番好きですから、ペリエは。単品で飲んでもすげえ美味しいんですよ。ただ、アマゾンとかだと、だいたいウィルキンソンの炭酸がだいたい1位とかに ランキング、炭酸水ランキング1位とかになってるでしょ。あれは多分そもそもそのまま飲むやつってあんまいないと思うんですよ。かなりあの、アルコールじゃねえ、あれ、炭酸の、あの、キメが粗いんです。つまり、泡が粗いんです。でも、これは、あの、CC レモンみたいな感じの微炭酸な感じですね。うん。かなり微炭酸、系です。まあ、これはだから、なんで微炭酸かって言ったら、あの、ここ確信ついていいですか？水に炭酸水を溶け込ませるのは割と簡単なんです。なぜか。水はほぼほぼ不純物が存在しないからです。だがしかし、日本酒に炭酸を
入れるってなると、日本酒っていうのはつまり、水よりも圧倒的に不純物というよりは、まあ、いろいろ含まれているわけですよ。つまり、米の、ね、もろもろが、そんなもろもろが。だからこそ、実際ストレートで飲んでも、シュワシュワっとはするんですが、かなりキメが細かく、なおかつ、まあ、微炭酸的な感じに感じると。うん。で、先ほども言いましたけども、酔いが回る、つまり二日酔いになったりする原因っていうのが、いかに不純物が多いか、多くないか、多くないんだったら不純物が少ないんであれば、ほぼ二日酔いなんてしないんです。何もう1時間経ったの？マジで？この後まだ飲むぞ、俺。腐るほど語りたいことなんだけど山ほどあんだよ。まあ、これでとりあえず分かったこととして、船宇治菊水一番搾り。これね。これは、スパークリングに比べて、圧倒的にコクが強いのに、プラス、まあ、まろやかな口当たり。口当たりが非常にまろやか。なんでかっていうと、炭酸が含まれてないが、スーッと入ってくるんです。しかも甘いんです。まあ、日本酒とかだからマイナスなんですね。まあ、マイナス何度か知らんけど。間違いなくマイナス、俺の感覚で言ったらマイナス5度ぐらいです。ただその代わり、非常に、飲みやすいからこそ、舌にね、コクがあるからこそ舌にこう残る感じがする。いわゆる。こう、舌の、この味覚に、こうずーっとこうしばらくこう、停滞すんだよ、この味が。この日本酒の味が。こう、ずーっとこう、停滞するんです。うん。うん。で、その点、このスパークリングの方は、泡があるからこそ、割とすぐに、シュワシュワっとなって、泡になったことによって、アルコール度数がバーッと抜けていくんです。口の中から、鼻の方に、上に行くんです。気化するんです。水よりもアルコール、エタノールの方が、だから沸点が低いから、圧倒的に。沸点がだいたい70度か80度ぐらいですかね。あと香りがとんでもなく強い。圧倒的にこっちの方が強いっていうことは間違いない。こっちの方が。炭酸が含まれてるから。うん。ただ一つ欠点としては、そうですね。まず、常温ストレートで飲むことっていうのが、まあ、ありえないこと。この炭酸のスパークリングの、ま、ま、致命点っていうか、ま、ぶっちゃけな話。ここにちゃんと書いてありますからね。オンザロックから冷やしてって書いてあるんで。ま、これはね、常温で飲んでる俺がバカだっていうことになるんですけど。コカ・コーラを常温で飲むようなバカみたいなもんなんです。そういうことです。これは常温で飲むべきではない。のは間違いない。で、さらに言うと、ロックで飲むべきでもない。
なぜならば、ロックにすると確実に炭酸が飛ぶからです。これは炭酸が含まれている。ということは、この炭酸は、つまりこれに比べたら、これに炭酸を入れたわけですから、じゃあ炭酸がなくなったらこれ買えばいいじゃんっていう話になるんです。ね？いいですか？そういうことなんです。じゃあ、氷を入れてロンザロックにします。としますよね。はい、オンザロックにしました。この時点で、氷に無数のこう細かいぐわーっとそのデコボコみたいなのが確実にあって、でその中にバーっと入れました。シュワシュワーっとコカコーラに、あの コカコーラにあの氷をブワーって入れて、入れたところにコカコーラをブワーってぶち込んだらブワーってなるでしょ。あれと同じ。つまり、せっかく炭酸を入れたのにもかかわらず、その炭酸を完全に無駄になっているということ。殺してるんですよ。お分かりいただけるだろうか。まあ、これの解決策はもう一つあるんです。オンザロックを、まずオンラズオンザロックにするじゃないですか。で、一回水で洗うんです。その氷を。氷の角を取ってやる。水道水でも構わないんで、ロックの状態で、周りを溶かすんですよ。水で。一瞬こう、水でビャーってやって、はい、水切って、はい、ってやるやつ。まあ、カクテルで、まあ、まあ、カクテルとかでもよく使われる手ですけど、こういった類のやつはね。まあ、僕も基本的に一般ピーポーヨガは酒に詳しい&カクテルには間違いなく詳しいという、自負しておりますから、ね。自負はしてます。絶対に一般ピーポーヨガは間違いなくカクテルとか日本酒って酒全般に、多分、一般ピーポーの100倍ぐらい知ってます。から言うんですが、いかにして炭酸を抜かさないか。これはカクテルの基本中の基本の木です。炭酸をいかに抜かさずに炭酸を残しつつカクテルを作るか。ジントニック。これも大好きなカクテルです。いかに炭酸を残しておくか。まあ、これはバーテンダーにもよるんですけどね。あえて炭酸をぐわー抜かすやつもいるんですよ。ね、バースプーンでガーってかき回して炭酸をあえて抜かすっていう人もいるんですけれども、まあ一般的には確実にそんなことしないんです。じゃあどうやるか。水で一回洗うんですよ。氷を。うん。一回氷を洗って、氷はだからバーっとこう細かいこうね、まあ、あるわけですよね。だからそれを一回洗って、で、水気を取って、その、ツルツルの状態の、にして、トニックウォーター、ジンを入れた後にトニックウォーターを、こう、なるだけ、ね、氷に触れないように、いかに炭酸を抜かさないように、ちょろ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 ーっと入れてって、そして、バースプーンで、一回、下までこれを、バースプーンをこうやって、一回転させて、
氷を持ち上げて下げて終わり。だからグワーってかき混ぜたら当然の炭酸が抜けるんですよ。もったいないんですよ。はっきり言ってハイボールとかに、ハイボールとかジントニックなんてもう完全に炭酸が命なんですよ。カクテルなんてのも特にそうなんですよ。いわゆるビルドで使うカクテル、ロングカクテルっていうのはもう完全に炭酸が命みたいなもんなんですよ。これ長くなるぞ、これ。完全に俺酔っ払ってるからね、今。何言うか分かったもんじゃない。いいか？いかにして炭酸を抜かすことがないように。作るか。だからこの船口菊水一番搾り、ちょっと待って、マジでちょっと一回ちょっと待って、これいくらすんの大体、よく考えたら。あとちょっとまたちょっと宣伝しましょうか。はっきり言って俺はこういうスタイルなんで、絶対に企業から、酒の企業から絶対に来ないです。いわゆるなんつうの？いや、来たとしてもですよ。確実に断ります。いわゆる、宝酒造で、俺実際宝酒造が多分今のところ一番神の中の存在なんですよ。酒の中で。酒の酒造の中で一番神と崇めるレベルの宝酒造ですが、クレームを入れたことがあります。ええ。神だからこそクレームを入れるんです。クレームの内容はこれです。焼酎ハイボールのドライっていうのがあるんですが、昔は美味しかったのに、いきなり味がどう考えても変わっている。なぜか。おかしい。明らかに変わりすぎている。そしてクレームを入れたらですね、サポートの人は、配合など何も変えてません。ときっぱり言われて、もうどうしようもないって終了です。それ以降ドライ、焼酎ハイボールドライも買わなくなりました。明らかに違う。だがしかし、いわゆるその人たちにもう何も変えてませんよって言われたから、もうどうしようもないんです。俺がだから反論できる余地がないんですよ。何にも変わってないんだって言うんだから。俺はだからその社員じゃない限り知る余地なんてないんです。で、あといわゆる、恵比寿ですかね。札幌の恵比寿ビール。あれに関してはやはり味が変わっていた。明らかに変わっていた。まあ、どっちも変わってたんですよ。宝酒造の焼酎ハイボールドライもね。で、クレームを入れました。回答はこうです。配合を変えてました。ですが、缶には一切書いてない。上にさらにホームページにも変えたとも書いてない。しれっと、つまりしれっと変えていた。ね、実にでも腹が立つ。エヴァンゲリオンのな、桂木美里さんという人がいますが、もう新しいエビスになってから、もうマジでエビスなんてマジ、ひどいわ、ほんとに。ひどいぜ、あれ。ひどすぎるぜ。なんだよ、あれ。全然苦味減ってんじゃん。なあ。なんだあれ、エビスか、あれエビスなのか、あれは。あれをエビスって呼ぶのか。で、お前実質値上げだよ、お前。エビスのなんだっけ、なんとかかんとかっていう高いやつが出て、実質値上げじゃねえかと。ほぼほぼまあ近いんですけどね。エビスのなんかなんつったっけ、なんか高い
エビスみたいな。そもそもエビスっていう時点で高いのに、さらにそこにプラスアルファで、エビスの高さをまだ加えて、ねえ。明らかに違うじゃん。なんであんなに味変えたの。エビス特有のあの苦味なくなったじゃん。なんだよ。しかも缶にも何にも書いてねえよ、お前。はい、ラベル変わりました。以上。ボーモアと同じだよ、お前。ウイスキーのな、アイラウイスキーのな、ボーモア酒造のボーモアと同じだよ、あれ。ウイスキーの。なんだよ、あれ。ラベル変わりました。以上です。は？以上？何言っとんだ、こいつは。ボーマは俺が一番、今までで、一番、その事件がラベルが変わるまで一番美味しいと思っていたウイスキーだったのに、なんだ、あれは。海の香り、潮の香り、1ミリも感じないじゃないか。何が海抜ゼロメーターの、シュ。何がお前、海抜ゼロメーターの酒造だよ、お前。ふざけやがって。世界で唯一、海抜ゼロメーターの、酒造、ウイスキーの酒造。お前、海の香りもしねえし、お前、潮の香りもしない、海の香りもしない、さらに、昆布とかの、そういった感じの、こう、香り、1ミリもないじゃん。なあ、1ミリもないじゃん。あれ何よ、それ。お前、ふざけんなよ。ラベル変わっただけでしょ？何にも書いてないんだぜ。おかしいって、それ。はい。ということで、ここら辺から非常にですね、僕はとんでもない、今現在分かってるんですよ。何を言ってるか分かってるんですが、全く関係ないことを、菊水酒造とも一切関係ないことを言いますけども、これこういう人間だということを、ご理解の上、あなた。そこのあなた。あなた。そう、あなたです。嫌ならブラウザバックしてください。まあ、ということなわけですが、まあ、はっきり言って、ボーマーも、まるで美味しくなかった。雲泥の差とはまさにこのこと。今まで飲んできてあんだけうまかったボーマーがなんだこの味は。これがよく起きるんですよ。そう。だからそれと同じのがエビスなんですよ。まだ、これはちょっとマジできつい。これはきついぞ。おでん、ちょっと おでん、ちょっと食っていい？マジで。本当にこれやばいんだけど、俺。何本飲んだんだ、これ。まず1本飲んだんだろ？で、こっちもだいたい1本もう飲んでんだよ、これ。あれ？ほぼ飲んでんだよ。で、こっちもほぼ、こっちはだ半分ぐらい残ってる。これきついなぁ。これちょっと待って。あれしていい？うおーっと。おー、これはやばい。これは、もう完全に泥酔状態だ、これ。ね。泥酔状態。俺は大体の場合、
居酒屋とかに行くと、潰れるまで飲むという習性がありまして。だから、最近行ったバーだと、銀座の300バーというところがあって、一杯カクテル、なんと、驚き、桃の木、山椒の木、これ結局何なんだろうな、なんか、うちのじいちゃんがよく言っとったけど、結局何なのか、理解できないんだけど、ことわざかなんかの。一杯300円なんですよ。あのクオリティで300円なんですよ。だがしかし。だがしかし。だがしかしですね。なんと、ね。10セット買うと、つまり3000円払うとですね、11枚もらえる。つまり1枚お得、つまり300円お得っていうことです。銀座の300バーっていうか300バー、300っていうのは、100は100ですから、300つまり300バーです。で、ググってみてください。あそこは、マジ半端ねえか。うん。あのね、どこぞの、マティーニすら作れない、バーとはまるで違います。はっきり言って、今までで訪れた中で、バーで、いいですか俺、いろいろバーなんていうのは結構行ってたりするんですよ。まあ、居酒屋とかも行くんですけど。はっきり言って、バーの中で、あそこまでコストパフォーマンスに優れてる凄まじいクオリティのバーなんて存在しないです。言いましょう。いいですか？日本で一番じゃあ、家賃が高いのはどこでしょうか？正解は、銀座です。そして300バーは、銀座の立ち飲みバーです。つまりですね、銀座というのはものすごい地価が高い。ね、一坪何億円とかするわけです。だからこそ立ち飲みなんです。つまり、座るスペースはない。全部、そういった椅子とかは一切ない。テーブルはあるんだけども、全員立ってる。で、その中で、だいたい、だから立ってる状態だとやっぱりほら、スペースが少なくて済むでしょ。だからなんですよ。だから大体あれ、最大で多分100人ぐらい、いるんですよ。50人とか100人とか、そんぐらいいるんですよ。で、しかもクオリティです。まあ俺はだからよくカクテルとか作るんですが、運での差ですね。で、さらに外国人が腐るほどいるんで、さらに英語ペラペラ、なんですよ。あそこのバーは。とんでもない。考えられない。うわ。やっぱこれあれだな。本当にあれだな。非常に甘いですね。やっぱこれは。常温で飲むとね。やっぱ甘いな。まあこれだからロックとかでこれで飲めば、まああれなんですけど。どうしてもこれ。甘いね。これは。日本酒道ちょっと調べてみましょうか。菊水の船口一番搾り。ちょっと待って。あ、まだ読んでなかったところ。とりあえずレモンを、プラスすると美味しい。
あ、確かに美味しいです。これ。今、レモンこれ。あれ入れてますから。うん。うん。もう一本追加するか。もう一本追加。追加オーダー入りました。でね、俺のだから悪い癖があって、ね、300円で一杯カクテル無料なんですよ。いや、無料、何言ってんだ、こいつは。だから300円で一杯なんですよ。で、10枚セットで買うと、つまり3000円分買うと、11枚。つまりカクテルが11杯飲める。って言って、で、俺は、酒を、まあ、一杯飲んで、大体潰れるまで飲む。もしくは寝るまで飲む。という、人間なんですよね。根っからの。だから、例えばの話、ね。まあ、俺が結婚してたとするでしょ。で、奥さんが、ね。今日はあなた一本でやめときなさいって言うでしょ。不可能なんですよ。つまり、ゼロならまだわかるんですが、ちょこっとでも飲むと、あ、もうこれタガが外れたように、もうブワー飲んで、いるパターンです。そういうのなんです。そういうもんなんですよ。もう今ももうまさにその通りな感じ。ね。そういうことです。まあこれレモンは本当に美味しいですね。ただ一つ、やっぱり炭酸をいかに抜かさないようにこう、ちょろちょろっと、なるだけ炭酸を抜かさない。せっかくだから炭酸を入れてこそこの船口スパークリングなんで、そーっと注いで炭酸を抜かさないように。炭酸っていうとやっぱり常温でだから保存されてたりすると、炭酸っていうのはまたこれも小ネタなんですけど、俺がジントニックが大好きなんで、トニックウォーターとかっていうのはアマゾンで買うんですが、大体炭酸水っていうのは、その環境によって劣悪な環境だと、非常に死んでいる炭酸が。うん。うん。つまり、大体高い温度の場所に置いとくと炭酸っていうのは非常に抜けるんです。だから炭酸飲料とかっていうのは、冷やしておかないと、冷やしておいた方が、その二酸化炭素である炭酸が、溶け込みやすい状況になるんですよ。そこでだからもう、トニックウォーターを僕よく買うんですけど、ジントニックが大好きなんで。だから、ね、よくあるんですよ。ジントニック。で、ウィルキンソンのトニックウォーターが発売されて、アマゾンで注文したんですけれど、まあ、ひどいもんでした。完全に微炭酸です。CC レモンよくはもう微炭酸です。ほぼほぼ炭酸ないです。じゃあなぜそんなにないのか。劣悪な環境だからです。絶対に。劣悪な環境、つまりですね、高温の状態で保存していたのはほぼ間違いないでしょう。間違いありません。きついな、これ。
まあいいや。まあそれはまあどうでもいいとして。この船スパの、またアレンジレシピ。まずは1、レモンプラスすると。で、2番がキウイフルーツを、プラスする。さらにピンクグレープフルーツのロックをプラスする。まあこれピンクグレープフルーツっていうか、まあ普通に、まあ、グレープフルーツはないのか。まあ、そうですね。で、4でここでかなり、ドマイナーなのが来ました。ね。キュウリ。つまり、キューカンバー。皆さん、キュウリです。今まで、レモン、キウイフルーツ、ピンクグレープフルーツと、まあ、メジャーな果物が来てましたが、ここで4、キュウリ。キューカンバーです。これはですね、はっきり言いましょう。これはガチの方です。これはね、ガチなんです。実は。キュウリっていうのはまあ、売りかなわけですよ。いわゆるレモンとか、スイカとかと一緒の、まあ、ものなんです。けども、ですよ。焼酎の、あ、やばい、足取りがもうやばい。足取りが相当でやばい。来てる。以前、いわゆるカッパ割りみたいな感じの、まあ、キュウリですね。焼酎で。焼酎の中に、キュウリ入れて、輪切りにしたやつ入れて。で、あと、これは、この場合、船スパ適量の氷適量。キュウリが2分の1本で、鷹の爪が1本となってて。まあ、これはね、非常に、実はなんでキュウリなのっていう人って結構いると思うんですよ。で、あと、鷹の爪もそうなんですけど。これ実際に飲んでみるとわかるんですよ。実はキュウリっていうのは、まあ、非常に香りが強い。特に、まあ、俺がよく使うスライサーとかでさ、バーって、0.5 ミリとかでバーってこう、ね、やって、それで小酢の中に焼酎入れて炭酸入れて飲むっていう感じなんですけど。これが意外とすごい美味しいんです。そう。カッパ割り。主に焼酎だったらカッパ割りって言われるんですけど。これも合うらしいですね。ほう。なるほど。でも、キュウリが2分の1本も使うのか。スライサーだとだいたい 0.5 ミリぐらいで、バーってやるけど、2分の1本も入れるっていうのはかなりやるんです。まあ、相当実は香り強いんですよ。キュウリっていうのはね。で、まあ、鷹の爪はこれは、ほぼ関係ないですね。多分見た目の鷹の爪1個ペッて入れたとしても、多分何にも変わんないじゃないの。辛さに敏感な人だったら、まあ、変わるかもしれないけど。辛さに強いから、多分1ミリも変わんないと思うけどな。で、他にもありますよ。アレンジ5。梅干しと強炭酸。船スパ適量、氷適量、梅干しが1個、強炭酸を適量。グラスに梅干しと氷と船スパを注いで、
梅干しを軽く潰して、好みの量の、炭酸水を注ぐ。これ炭酸水を注ぐっていうのはなかなかないです。だってこれ自体炭酸含まれてるわけですから。さらにそこで炭酸水を含ませる。そして、ナンバー、アレンジ6。柚子胡椒。材料は船スパ適量、氷適量、柚子胡椒は少々。グラスの縁を、水で濡らして、柚子胡椒の、グラスの縁にほんの少しつける。1に氷、船スパを入れる。まあ、いわゆるこれあれ、スノースタイルですね。カクテルで。で、ちなみに、柚子胡椒ってのだけど、聞いたこともない上に、持ってもいないんですけど。あれですね。なんだ、柚子胡椒って。知らないんだけど。はい、アレンジ7。スイカ。船スパを適量と氷適量とスイカを5センチ角1個。作り方、グラスにスイカを入れてスプーンでよく潰す。2、1に氷を入れて船スパを注ぎ、混ぜながらいただく。なるほど。なるほど、なるほど。まあ、12月なんで、もう、まあ、あれなんですけどね。まあ、ありませんけどね。これは、やっぱりこれ、常温で飲むべきではない。うん？ありました。希望商売価格が、398円。400円近いです。マジで？めちゃくちゃ高いじゃん、これ。やば。ちょっと待てよ。高っ。高っ。ちなみに Amazon じゃねえや。楽天でググると、24本セットのワンケースで、なんと、マジで ?1507 円だってよ。たっけー。これは、これ、上級国民しか買えないですよ、これ。はっきり言って。え？24巻セットで1507円ってことは、これ逆算すると、1507円割る24本でしょ？ペット。1本あたり437円もする。はぁ。え？一応、希望商売価格が税別で398円となってまして、つまり、税込みで言うと、いいっすか？税込みで言ったら、398円かける 1.1 ね。間違えた。1.1。ペット。437.8円。で、これが24個セットなんで、ペット。1507円！うわぁ。もう、まさにその通り。え？これ1万円もすんの？これ。全部で？くそ。1万円すんの当たったの？俺。うわぁ。とんでもねえあれだな。ちょっと、運が、あれしてきたなぁ。運が向いてきたのか、これは。常に俺、だいたいめち
ちゃくちゃ運が悪いんだよ、俺は。なんなんだよ。って、普通に腐るほど言ってんだけど、こういうところで、だから、いわゆるプラスマイナスゼロみたいな感じになるんですよ。だからね、こう、毎日毎日こう、運がなかった、なかったってなるでしょ。で、ドカッと、その、当たったりするっていう。ね。まあ、いわゆるあれですよ。そういうもんなんですよ。結局。確かに爽やかな飲み口のため、ペースを守ってお召し上がりくださいってのを、実にわかりますね、これは。うん。ただやっぱり、問題としては、これはロックで飲むと、やっぱ炭酸が抜けちゃうんですよ。だから、なるだけ個人的にはですよ、ロックで飲まないで冷やして飲むのが一番いいとは思います。で、冷やして飲むとすると、もうロックじゃなくて、まあ、ロックでもまあいいんですけどね、なるだけロックだったら、もう炭酸を抜かさないように、氷を、もうあらかじめ、はい、飲みますよ、つって氷入れるじゃないですか。で、その後水でちょっと洗うんですよ、氷を。で、この氷のその、いわゆるこう、霜の部分を取ってやる。で、これによって、全然、まあ、いわゆるこう、注いだ時に炭酸が抜けないようにする。これはまあ、いわゆる上等手段です。カクテルなんかでもよく使われる上等手段ですね。やはり氷といえば、で、だから、氷を、だからここら辺に置くとするじゃん。ここら辺の机にな。そうすると、寒暖差によって、やっぱり、霜が降りるわけですよ。で、その霜っていうのが、ギザギザしてるんで、炭酸抜か、バーって入れたら、ブワブワブワーっと、炭酸が抜けてしまって、まあ、非常にまあまあ、まあ、そう、まあ、わかるだろ俺の言ってることな。もう俺説明するのに苦手なんだよ、今、そもそも酔っ払いまくってんだよ、今。おかしいな。完全にマジで、俺、冒頭で言った通りマジで。いいか。俺基本的に嘘つくの嫌いなんだよ。なんでかって?嘘をつくのは嫌いなんだよ。なんでだろうな。はっきり言って嘘をついていいことなんてぶっちゃけ一つもないんですよ。今まで32年間生きてきた中で、嘘をついていいことなんてのは、一回もないんです。だからです。俺は基本的に嘘はつかない。だがしかし、これは、難しいんですけどもね。実は嘘ついてるんですよ。ついてるんです。なんでかって。嘘つきのゲーム。ライアーゲームです。ライアーというのは嘘つき。まあ、ね。まあドラマとかも好きなんですけども。他人を幸福にする嘘ならばついてもいい。だがしかし、他人を不幸にする嘘はつかない。からです。
俺は、だから、その精神を、そうだね。まあ、貫いてますね。はっきり言ってね、だから嘘っつうのはね、もうね、ダメなんですよ。今まで32年間生きてきて、嘘をついて良かったことなんて一回もないです。いいですか？今、そのあなたが、何歳か知りませんけども、まあ少なくとも、俺以下の、俺が32歳ですけど、それ以下の人、嘘をつくというのは実に、なぜダメなのか。こんな酒の動画であれしてる、クソみたいな話題になってる。まあ話題にしてる。おかしな話だ。まあだから嘘をつくっていうのは、まあ実に自分に呆れて不利益しかもたらさない。ね。だいたいバレるんだよ。いいか。嘘をついたらバレるんだよ。で、バレたら、さらにその嘘を嘘で隠蔽するんだよ。で、さらにそこに確実に矛盾が生じる。だから確実にバレるんだよ。嘘なんてな。じゃあ嘘がバレました。どうなりますか？確実に叩かれるんだよ。ね。よかろう。そんな感じです。ちょっとトイレ。お、これはなかなか来てる。なかなか来てるな。うわー、これは来てるぞ。
もうあれかね、できたかな。おでんが、おでんができたようですか。100円で買ったおでんが、いい感じになってるね。ん？いい感じになってるね。あ、味噌、あ、これいいぞ。これ味噌おでんにしようぜ。あの、テイルズ・オブ・ファンタジアっていうゲームがあるんですけど、テイルズ氏、あっつ。あっつ、これ、あーく、うっつ、あぶっしょ。あっつ。テイルズ・オブ・ファンタジアっていうテイルズシリーズで、あの、一番初めに、RPG のね、テイルズ・オブ・シリーズで、ね、一番、はじめに、スーファミで発売された。熱いな、マジで。本当にこれ。あれか。まあ、俺ゲーマーですから、レトロゲーマーとしてね。レトロゲーマーの新、レトロゲーマーとしてやっぱり憧れるというか、まあ、そういう存在は、やはり、橋山メイデンさんですね。もうあの人は、本当に、本当にゲームの、愛情がもうだから、見て取れる。はっきり言うと。見て取れるんですよ。ゲーム愛が。よく言うじゃん。好きこそものの上手なれ。っていうことわざがあるとは思うんですけども。それと同じなわけで、好きだからこそ、ね、僕もレトロゲーマーですから、好きなことだからこそ、知識が勝手に身についてくるんですよ。勝手に。で、あの人はまさにその、俺と同じ、レトロゲーマー、多分、まあ、新しいゲームだと多分スマホゲーぐらいしか、多分やってないとは思うんですけどね。あの人は本当に素晴らしいというか、もう。だから本当にすごい、尊敬してますね。僕は。よく叩かれたりするんですけどね、ベジータと、カイジン。でも、俺は少なくとも、ゲームに愛情を持って、接する。っていうのは、それはだからこそ、ゲームに詳しい、イコール、ゲームに、そのゲームに愛情を注いでる、ということです。まあ、全く関係ない話になりました。カッピー。ああ。好きこそものの上手なれ。よく言ったもんですな。そっかー。船口、このスパークリング、24本で、15,007円、税込み500、15,007円。割る、
24本でしょ。で、1本437円もする。うへぇー、これマジかよ。うわぁ、これはきついわ。こんなにするの？値段。まあ、そうだね。そうだな。まあでも少なくともこの、これにだから、これが容量が 70cc 多いわけですからね。まあその分、まあ値段高いのも間違いないんですけど。まあ、非常にだからこっちのスパークリングじゃない方はかなりコクがあるんで、コクが、まあ、濃密、濃厚なんですよ、味が非常に。非常に濃厚なんですよ。今頭の中がもうかなりもうぶっ壊れてますね。もう、俺が、酔っ払うとよく出てくるのは、だいたい物が二重に見えるっていう状態今なってます。これこれはまずいですね。この兆候が出るともうかなりやばい状況になってます。一本、二本、三本、三本飲んでんじゃん。よく飲んだな。はぁ？ちょっと待って、全部19度だよね、アルコール度数。よく飲んだな、お前、マジで。マジで？アルコール度数19度だよ？日本酒普通15度だよ？ねえ。じゃあ、一応俺の限界を教えてあげます。ビール 5% ですよね。あれ、だいたい、2リッターぐらいでギブです。ギブ。2リッターでギブ。吐きます。これ以上飲むと吐くたパターン。そして何回か言ってるんだけど、これに関しては、何回も言ってるんですが、一応、もう一回言いましょうか。そもそも人間というのは、なぜ、酒に強いか弱いか、が決められるのか。そうですよね。だって人間って言っても、ね、確かに DNA レベルだと、なかなか、ね、いや、わかるじゃん、そう。ね。DNA レベルだと、まあ、ぶっちゃけ、まあ、確かに変わってるっちゃ変わってるけど、ぶっちゃけ根本は変わってないわけですよ。ね？長くなんぞ、これ。お前らこれ聞きたくなかったらもう倍速にしとけ。倍速で。倍速にしとけ。もう2時間経ってんだよ。な、倍速にしとけ。2倍とか3倍とかで YouTube で変えられるだろ。2、3倍にしとけ。もしくはもうブラウザバックしとけ。
話の続き。つまり、ああ、こんにゃくがうめ。あ、こんにゃくと糸こんにゃく大好きなんですよね。で、あのね、とうとう来たか。これ限界を超えるとこのこうなるんですよ。あ、これはやばいっていう感じ。あ、これやばいな。あの、いわゆるこう、まあ、俺、バス酔いとかしたことないんですけど、バスとか、あの、電車とかで酔ったことはないんですけど。まあ、船とかは乗ったことないしね。うん。いわゆる車酔いとか、そういった感じの感じになるんです。あ、もう、あの、あーって感じ。うん。もう完全に俺の目の中、今見えてるやつがもう完全にブレてるね。うん。もうこれぐらいずれてんだよ、これ。二重に見えてんね、これ。あの、これだよ。うわぁ。そっか。もう完全にブレてるんですよ。俺はあの一応視力は 0.1 とか 0.2 なんですけど、ここまで近く寄ってね、あの、ブレてるのってそうそうないっすよ。で、だいたい俺よ、酔っ払うとで、あのね、昔あの、新潟行った時にね、まああの、いとことこう集まったりしてさ、本当にあの時が一番楽しかったと思うわ。人生の中で。しかもめっちゃあの、いとこのさ、あのさ、もうさ、女の子がさ、だから、今までの女の子と全く違うんだもん。あれって。あれ何年、あれって感じ。全然違うんだぜ。あれ何年経ってからの、あれなんだろうな。さっぱりわからん。むちゃくちゃ可愛いんだぜ。それまではですね、あの普通にまあ、あの小学生とか中学生ぐらいで、さ、あの、かなり人見知りしてたようなあの人間ですよ。その、あの、女の子はね、あのね。なのに、あの、とんでもないほど、はぁってぐらい、その、垢抜けたっていうか、まあ、なんていうんですかね、そういった類の感じ、になっちゃって、なんかこう、すげえなって感じ。普通に、だから、今までその、そもそもの会話すら しなかったっていうか、できなかったのに。ああ、時の流れとはいかにすごいかってわかりますよね。うん、すごいね。本当に。すごいよな。本当にな。あ、ああ。
感動。うわ、目の前でもうこう、くる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 、くる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 来たね。来てきたね。あー、これ以上確実に飲むと、これ、あ、アウト、アウト。これ以上飲むと、これ、もう、あれ、きつい。うわー、きつい。な、あー、もうダメだ。あー、もう無理。あのね、もう大体限界が来るんですよ。ああ、若い人っていうのは大体二十歳過ぎて酒飲むっしょ。でね、二十歳過ぎて酒飲むとね、大体わかんねえんだよ。自分の許容量なんて 100% わかんねえんだよ。でな、大体酒をこうどんどん飲んでくると、あ、自分の許容量が大体わかってきた。あるんだけど、今回みたいな感じで、うわ、車を、に追い越されたとすんじゃん。で、その時に、その煽り文句みたいな感じで、したとすんじゃん。したら、笑っちゃったけど、少なくとも、これだけ言っときましょうかね。俺、今まで腐るほど、1000種類以上、酒を飲んできた、まあ人間です。一般ピーポーヨガは確実に、酒に関しては詳しい。自負はしてます。だがしかし、まあ、それはあくまで自負しているだけであって、いや、ね、お前なんぞ、クソみたいなもんだ、っていう人はいると思うんです。ただね、そういう人には言いたい。はっきり言って、何のために、あなたは存在するんですか？つまり、ブログとかで、ね。じゃあの、これ、ね、ここ行きましたとか。まあ、ね、あるじゃないですか。YouTube で、まあそういった動画とかっていっぱいあると思うんですけど。うん。じゃあ俺が、そういった、まあ動画ね、アップロードすれば、これは伸びるかなと、思うわけじゃん。でもね、実際は伸びないんですよ。そこがちょっとやっぱり、うん、でもやっぱ卵うまいな。卵と大根と、糸、なんとか大根、糸銀着。ね。美味しいよね。辛いかってあれなの？
うまいな。うん、あのこれ今動画だからちょっと言えないんだけど、船口菊水一番絞りの一番だからの紐ですよね。で、肝となれば、生原酒なんですよ。いいですか？ここに書いてある通り、生原酒と書いてあります。うん。スパークリング生原酒。じゃあ、そもそも生原酒とは一体何なのかということです。ね。何だかわかんない。ご安心にならないんですよ。うん。ね。では、ググってみましょう。生原酒。日本酒は通常発酵の働きをやめたり、火落ち菌などの殺菌を目的として火入れをする。なるほど。まあ火入れは重要です。だからビールとかだってやっぱそういうことでしょ。なんだよこれ、やばい。なんかあれだな。ああ、疲れた。今日は疲れたよ。
はい、どうも、皆さん。ユッキーです。気づいたら寝てました。はい。そして、はい。今、ちょっと洗濯機で洗ってるんですが、気づいたら、寝ていて、はい。ちょっとレビューがね、全くできてなかったということで、とりあえずこの、ね、菊水と、このスパークリングの違いを、向かい酒で、うわ、うわ、ここまで食べてるか。これ、このサバの味噌煮がとんでもないところに、地面に、なんか、びちゃびちゃになってて、おそらく、吐いたんではないかと。見られるんですが、ああ、びちゃびちゃだよ、これ。絶対吐いたな。録画がもう、6時間か7時間ぐらい録画されてて、今ちょっと見返したんだけど、言ってることがちょっと、支離滅裂でさっぱり意味がわからない。こんなこと言ったっけなーっていう感じですね。まあいいでしょう。あ、美味しい。あ、はんぺん美味しい。まあ実質、これと、1、2、3本あるんですけど、まあこれとこれを合わせて、まあ大体1本ぐらいなんで、実質2本ですね。2本飲んだらこういうことになったということで。皆さん気をつけた方がいいですが、そうですね。まあレビューするとすると、どっちもまあどっちっていう感じもありますね。確かにこの菊水の久々に飲んでみると。やっぱり、こっちの方が圧倒的に甘さが強いんですよ。で、コクが強いんですよ。で、こっちの方は割かし、やっぱ、軽やかな感じ。がしますね。だから、その分、こう、まあ、進んじゃうっていうのもあるし、まあ、ロックにしたりすると、特に進んじゃったり、レモン加えるとさらに進んじゃったり。あるとは思います。これは結局のところ、好きですから。でも俺も、ほとんど日本酒って辛口しか大体飲まないんで、特に冬なんかっていうのは、辛口を、まあ、飲むよかは、まあ、甘口のお酒とか飲んだ方が、なんていうかな。なんかね、なんかあるじゃん。いわゆる。ね。なんかこう体が温まるというか、まあ砂糖ですからね。だから、ね、無糖のブラックコーヒーを飲むのと、加糖のブラック、コーヒーを飲むのと、ね、冬だったらじゃあどっち飲みたいですかって言われると、やっぱ加糖のコーヒー飲みたいじゃないですか。そういうことなんですよ。ね、じゃあビールを飲みたいですかということです。真冬にビールを飲みたいですか？飲みたくないですか？ということです。つまり、
俺だったら、真冬にスパークリング、菊水は飲まない。だがしかし、夏だったら飲む。これです。ここに行き着くと俺は思います。うん。やはり。で、特にやはりロックとかで、で、さらにね、レモン加えたりとかっていうのあるんで、まあね。うん。うん。完全にこれ炭酸抜けてるけど、まあレモン入ってたからちょっとレモン風味はするんだけど。まあこれはそうっすね。まあ俺だったらですよ。正直言って、年中販売するものではない。ええ。とは思います。うん。まあ、あくまで俺の視点ですが。まあ、俺がだから、船口の菊水の酒造の、社長さんだったら、YouTube で見たんですよ。YouTube で菊水酒造さんの社長がなんかこういろいろ言ってる動画とか見たんですけど、かなり1880年ぐらいからやってますから、40年ぐらいやってる会社ですからね。びっくりするねえ。やっぱり100年超える会社って少ないですから。素晴らしいことです。まあ、ですが、俺だったらこれは完全に夏だけ限定にして。で、日本人っていうのは基本的に限定品に弱い。まあ、俺もその一人ですけど。大体ビールとかで限定とかになると、うわぁ、これ限定かぁ、買うわぁ、みたいな感じになるんですよ。まあ、やっぱりビールとかと同じで、やっぱスパークリングってなると、どうしても、冷やして飲まなければいけない。確実に冷やさないと無理。つまり、熱燗にしたら完全にこれ炭酸飛びますから。となれば、やはり、これは夏限定にする。のは俺が社長だったらですよ。そうします。うん、で、さらに、これは19度あるんで、やっぱ強いと。ね。ビールだったら 5% です。つまり、まあ、約 20% のこれを、4倍に薄めて、炭酸とかで割って、5% ぐらいにして、飲む。レモンを入れて飲むとか、ね、氷を入れたグラスに、ね、これを、まあ、3分の1ぐらい入れて、残り2割、3分の2は炭酸で割るとか、そういった感じで、まあ、いわゆるそうっすね、カクテル的な感じ、それからハイボール的な感じ、うん、にする。そうすれば、なおのこと飲みやすい。男の俺が飲んでも相当強いんで。まあでも、強いって言ってもこっちの方が強いんですけどね、ぶっちゃけ。味としては濃いんで。こっちの方が。あれか。まあ味としては濃いですからね。ね。そうでしょ。うん。まあだから、そうですね。正直まあ冬に飲むんだったら、こっちの方飲むかなっていうのはあります。まあ、レモンとかも、まあ、いいんですけど。まあ、なおのこと、これ、容量が多いですから。
そう考えると、やはり、日本酒といえば、やはり、意外と女性の方が、意外とね、日本酒とかって飲んだりするんですよ。女性の方もね。ということを考えれば、アルコール度数 19% でやっぱ強すぎる。ということを考えて、これをスパークリングをさらに炭酸で割るという。1対1ぐらいで炭酸で割ったり、1対2ぐらいで炭酸で割ると。さらに、レモンを加える。いう感じで。まあ、アレンジができるんじゃないか。で、特に、やはり、スパークリングといえばビール。ビールといえば炭酸。炭酸といえば夏。ということです。炭酸といえば夏って、よくわからんけど。まあ、少なくとも冬に飲むもんではないな、という感じはします。甘さはかなり、高い。日本酒で俺は甘さが高いやつは大体、飲まない。雪中梅とか、新潟だったらね。酸味は、2ぐらいで、塩味1、苦味1、コク。コクはだからこっちの方が多いんですよ。コクはこっちの方が多くて、あ、コク3、4、4ぐらい、4ぐらいでしょ。風味は強いんで。風味は、そうそう、5。これを俺が買うかっつったら、そうだね。まあ、微妙なとこでしょうかね。まあ、夏だったら、まあ、ワンチャン買うかもしんないですけど、少なくとも冬の中で、この寒空の中でね、炭酸で、熱燗もできない、となると、まあ、はっきり言って、まあ、微妙なとこでしょうかね。本来であれば、日本酒だったら熱燗、寒いあのね、冬だったら熱燗っていうのができるんですけど、熱燗すると完全にこれ炭酸ぶっ飛びますからね。まあ、少なくとも冬に飲むもんではないでしょう。というのが僕の結論です。はい。421145 3です。ご視聴ありがとうございました。